こんにちは深田静香です今日は2020年10月29日木曜日です今週末11月1日はいよいよ G1 レース秋の天皇賞です私の大好きなアーモンドイちゃん出走する予定でしかも史上初芝の G18 勝目の期待がかかるレースなので 私今からすすっごく楽ししみにしてます今日は枠順も決まって見たんですけど予想がめっちゃ難しいと思うと同時にこれめっちゃ面白いレースになりそうって思いました私は度が過ぎた真面目病を治すためにカウンセリングで競馬を教わっていますお金を払って競馬を教わっている人はいると思うんですけど真面目目病を治すという目的で お金を払って教わっている人は、きっと私だけじゃないかなって思っています。自分でもすごいなって思います。今日、朝、いつものように。スポーツ日本買ってきました。なんと言っても。アモンドアイちゃんです。可愛い,い、もう可愛い,い。そして美しい、そして強いの三拍子揃った。可愛い,い、アモンドアイちゃんです。 昨ののこの配信でカウンセラーの先生にあちょうどカウンセリングに行ってくるので自分のために菊花賞を買ったことを褒めてもらいますって言いました有言実行できましたもう先生に会って第一声先生褒めてくださいって言えました草津なんねやっと自分から褒めてくださいって言えましたあともう一つ嬉しいことがあって ちょうどカウンンセリング入れ替わりの人がいてその方も私と同じようにカウンセリングを受けて人生変わってそしてそのことを私と同じように YouTube で配信している仲間の方なんですけどその方にもあおめでとうございまますっって言って言もらいました今まで人間関係に悩みがあって友達も仲間もいない私だったんですけどこういうふうに。 言ってもらえて、あ仲間ってすっごいありがたいんだなって実感しました。今週末、もう今週は土日としっかり休みを取っているので、もうしっかり金曜日に予想して土曜日にまたカウンセリングを受けてきます。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また来ますね。